はい、速稼塾の久保です。今日5月22日の朝6時の暗号通貨市場なんですけども、ビットコインがまた400万円を割って、この24時間で 10% 価格を下げてますよね。でリップルは私が決済した時の約半分、今106円になってきて、もうそろそろ100円割るんじゃないかなっていうところでございます。100円割ると急速に40円台50円台にもうさらに引き下がってしまうというふうなね、予測をされている方がいましたけども、私もそれには同意なんですよね。でイーサリアムはもう思ったよりも下がりましたね。25万です。まあここまで申し上げても、そのビットコインをね、私の場合は100万円以下で買っておけと、100万円を超えたらもう買えなくなるということだったんで、それまでにきちんと買えた方っていうのは現在ですね、まあ下がったにしてもまだ4倍ですからね、相当楽観的に見ていられるんではないかなと思います。そしてリップルもそうなんですけども、私の取得単価42円で、高値でも67円で買わなかった方はちょっとねもう厳しいよということを申し上げましたけども、その価格でね、少なくとも100円以下で買った方っていうのはまあ持ちこたえていると思うんですよ。でイーサリアムですけども、こちらもまあ20万円をね超えたらもう買えないよというふうに申し上げました。私も20万円までの購入っていうのは随時続けていたんですけども、20万円を超えてからは一切買うことがありませんでした。決済することはあってもですね、買うことはないっていうポイントが20万円だったんですけども、イーサリアムもまだ24万ですから、まだ2割増しぐらいですよね。だからドーンと構えていられるというところでございます。残念ながら資金のない方っていうのはここら辺で退場になるんじゃないかなと思います。要するに暗号通貨に投げた資金がマイナスになったりゼロになるよりはいいかなと思って、今この瞬間に多少の含み損を抱えても決済するわけなんですよ。で投資についてなんですけども、私は余剰資金でやれってことを申し上げましたし、できれば毎月毎月30万50万の余剰資金が作れるようになるまではビジネスをずっとやれってことをねずっと申し上げてきました。なんでかっていうと、結局ね、全体の金融資産量、現金とかね、それから株式とか、もちろん暗号通貨もそうですけども、現金の割合がどのぐらいあるのかっていうことによって線引きされるんですよ。例えば2021年の今年そうですね5月末ぐらいまでは全体の資産量、自分のね現金、預金、貯金、お財布の中のお金全てを足して5000万円ぐらいない人は全員退場するような流れになるんじゃないですかね。で多分次の大きな流れでは1億円以上の資金がない人は退場みたいなね、そうなると10億とか100億持ってる人はいつまでたっても退場しないわけですよ。で退場した人のお金が全てそういった相場に生き残ってきた人で分配されますので、金持ちはさらに金持ちになっていくってことになります。そのうちに投資の世界も1億円ある人までは、1億円ない人は全員退場だったのが2億円なり3億円なりって感じで、退場のハードルがどん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 上がってくるんじゃないかなと思うんですよ。で上がりきったところでまたね、お金のない人向けの数十万とか数百万でできる投資案件っていうのがこう編み出されていく。要するに元は例えば10億円なんだけども、10億円を分割にして1億円を10本とか作る人がいるわけなんですよね。で1億円を10本販売された1億円をさらに100分割して100万円が100個とかっていう商品が生み出されて、はい投資ですよっていう風になるんじゃないかなと思ってるんですよ。この繰り返しなんですよねきっとね。まあ、だから何が言いたいかっていうと、まずはビジネスをマスターして、ビジネスで余剰資金がいつでも作れるようにしとかないと、投資の世界はビジネスをねもうものともしないような、そんな甘い世界で、ビジネスみたいな甘っちょる世界でやってきた人じゃない本当のね投資家さんがワンサといて、でそこに3年5年10年いる人って勝ち続けているわけなんですよ。負け続けて3年5年10年いないですからね。負けたら早々に撤退ですから。ですんで投資の世界に偽っている人って本当に強いんですよ。だから今回の暗号通貨騒動でもお金を持っている人が売り抜けてるからこういうことになってるんですよ。でお金がない人は高値で掴んだりとか塩漬けになったりとかしてるんですよね。で中のたった一部ですよ、昨日の発表によると 1% ぐらいの人が含み益を現金に変えたらしいんですけども、 1% ぐらいの人が私のようなね、イーサリアムだったら20万円以下、ビットコインだったら100万円以下、こういったもんで買ってるわけなんですよ。で高くなった時に決済する。なんで高くなるかっていうと、上昇したのを見てお金がない人をどんどんどん放り込むんですよね。でお金のない人のお金が集まったところでお金のある人がそれを全部持ってって値下がりを起こすわけなんですよ。で値下がりをしたらお金がない人がそこそこの金額で買ってったのがロスカットにあったりとかね、ローバイ売りとかでまた売りが加速していって、今みたいな価格に落ち着くのかなと。で安値売りをすれば当然ですけども、お金の余裕がある人は余剰資金がたくさんあるんで、その余剰資金でおなんか余ってるお金があるぞと、誰かが
お金を掘り出して逃げたから、それも拾っとけ拾っとけみたいな感じで底値買いを完成させるんですよね。で底値買いをし続けるお金持ちがいるから、さらにまた値段が上がるんですよ。でこの不毛なロジックでお金持ちをさらにお金持ちにさせていく、そんな現象が投資の世界で起きてるんだろうなと私は思ってますし、多分そうでしょう。だからこそ私は思いますけども、余剰資金を作れるビジネスセンスは絶対に必須で鍛えておかなければ、投資に行ったところで知名度を浴びて退場ということになりますので、ね、ご用心くださいませ。